らりと光る怒の目安らぎ捨てて全てを捨てて悪を追って空かけるChange the apartheid人間理科に算数に国語よしこれでよしとじゃんじゃんよしよし信之、早く食べないと学校に遅れるよ分かってるよいただきますこら、よく噛んで食べんかうるさいな、おじいちゃんえはい行ってきまーすじいちゃん行ってきまーすあ、おい親としては何もしてやれなかったね、和子孫の信之はわしが立派に育てるよ今は毎朝が嵐のようだよライト107号うまくタクシーの運転手に化けたもんで何のことですかとぼけないでお前の正体はバレているのよあんた誰だ誰でもよいお前からもらいたいものがあるわしから貧乏をしているわしから何を取ろうというんだエジプトの星はどうしました何ないとは言わせないお前は一体騒ぐと命をもらいますうわうわうわおおかわいいカニじゃまた必殺のマシンメブが作れるエジプトの星をどこに隠したわしはちゃんそんなものはしぶといじじめうわうわくるじうわ話し組ただ言わないかおお痛い痛い乱暴なことはせのことじゃ我々は甘く見るなお前が5年前エジプトの星を盗んだということははっきりしてるんだ若山
日本の警察はお前が怪盗107号であることを何年間かかっても突き止めることができなかった。だが我が鉄十字団はお前が怪盗107号であることを突き止めた。わかるか、我が鉄十字団の組織の巨大さを。日本の警察など足元にも及ばないと観念して喋ってしまえ。命だけは助けてよ。考える時間をくれよ。よかろう、ただし1時間だけだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、こんにちは。やあ、また遊びに来たの。うん、いつ見てもかっこいいな。信井君、これに乗ってみたいと言っていたね。乗ってもいいの？ああ。孫とわしの大事な宝を渡せるか。住んでおいて大事な宝だと笑わせるな。言うんだ、どこへ隠した。欲しくば自分で探せ。何？誰にも渡せるか。あれは俺の最後の大仕事だって。孫のために死ぬ思いでこの手を汚したんだ。小僧、エジプトの星というダイヤモンドをどこへ隠した？聞いているはずだ。そんなの知るか。あ、やめてくれ。はい、小僧、言わないか。知らないよそんなもん。スパイダーマン、スパイダーマン。Oh!
バイダーマン覚えとけ。スパイダーマン大丈夫か、怪我はないか。うん、なんともない。でもどうしてスパイダーマンが来てくれたの。僕スパイダーマン大好き。エジプトの星か、聞いたことがある。確かダイヤ。おじいちゃんがそんなダイヤモンドを持ってるなんて信じられないよ。やつらおじいちゃんのことを何か言っていたか。何にも。おじいちゃんどうかしたの。スパイダーマンは中山が鉄十字弾に捕まったことを確信した。いつも君は一人なんだね。うん。おじいちゃんはずっと昔から個人タクシーの運転手さんなのかい。知らない。僕がおじいちゃんと初めて会ったのは5年前だった。お母さんが病気で死んで、少しばかり僕は養護施設に預けられたんだ。そこへおじいちゃんが引き取りに来てくれたんだ。そうだったのか。鉄十字弾は再びこの少年を狙うだろう。拓也はインターポール秘密情報部に連絡を取り、中山の捜索と信行のガードを頼むとともに、エジプトの星の調査も頼んだ。そして拓也は信行をこの丘の上から見守ることにした。信行君、何事が起こってもくじけてはならない。君の友達スパイダーマン。よいしょ。あ、お出かけ。そう、竹谷さんは。そのお兄ちゃんに会いに行くとこなの。自主トレーニングするから寝袋と食べ物を持ってきてくれって。取りに帰ってくればいいのに。電話で用件だけ言ってさ、本当に自分勝手なんだから。エジプトの星が消えると同時に、その107号も消えてしまった。それが5年前。自然が何千年もかかって作り上げたエジプトの星だ。モンスター教授、中山は何らかの形で孫に何かを言い伝えていると思います。その孫の信行を捕らえて。だがスパイダーマンが。奴のことだ。どっかでその孫を見合っているだろう。だが安心せい。中山の複製人間の出来栄えは。お見事です。ではこれを使って孫をおびき寄せるのだ。もしもし。あ、おじいちゃん。スパイダー感覚に感知。信行君が危ない。そうだ、ジョン、ジョン、お前に頼みがあるんだ。
ジョン。スパイダーマン、おじいちゃんはアラミネ海岸にいるそうです。前に何にも言わずに留守をして許しておくれ。そうしないとわしは殺されそうだったんだ。いいんだよ、おじいちゃんが無事なら。信行、ありがとう。それとお前に大事な宝を預けたね。大事な宝？そうだよ、大事な宝だよ。思い出しておくれ。大事な宝か。そうだよ、大事な宝だ。そうだ、去年の僕の誕生日に。うわおめでとう。信行、これはおじいちゃんのプレゼントだよ。僕に？わしが死んでからもお前の生活だけは守れるようにしておくからね。この中には大事な宝の在りかを記した地図が入ってるんだよ。そうだよ、あの時のお守り袋はどこにある？絶対肌身から離したらいけないとおじいちゃんあの時言ったじゃないか。うわうわうわおじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。本当のおじいちゃん、どこやった？お前の祖父はあの崖から落ちて死んだわ。ちくしょう。はい。あどけない子供の命を脅かす鉄十字だ。許せん。少年の友達、スパイダーマン。撃て！Yeah.
レオパルド、ソードキッカー。エジプトの星の在りかはもう誰にもわからない。おじいちゃんはなぜ鉄十字団に殺されなきゃいけないんだ。スパイダーマンはこの美しい瞳を持った信行少年に本当のことを言うことはできなかった。鉄十字団は君のおじいちゃんがダイヤを持っていると誤解したんだ。じゃあおじいちゃんはダイヤモンドなんかと関係なかったの？そうだよ、あのお守り袋の大事な宝も君を守るためのおまじないだったんだ。君のおじいちゃんは君が生まれる前からタクシーの運転手をしていたんだよ。真面目でよく働く人だったらしい。本当？ああ、君のおじいちゃんは立派な人だ。だから君も立派な人間になるんだよ。うん、信行君、スパイダーマンは絶えず君を応援するからね。頑張るんだよ。闇深く地獄の足音、模様の下眠る父よ、胸に秘めた非情の定め、さらば友よ、誓いの友よ、謎の呼び出し電話を受けた青年純一、彼はいつの間にか偽スパイダーマンに仕立て上げられ英雄になろうとしていた。鉄十字団の陰謀は何か。次回、絶対ピンチの偽物ヒーロー、どうぞお楽しみに。